そして明日から始まる夏休みを前に石巻市では今日から海水浴場がオープンしました。今日石巻市北上町の白浜海水浴場では斉藤正美市長ら関係者およそ20人が出席して海開きの神事が取り行われシーズンの安全を祈願しました。白浜海水浴場は 震災前は年間1万人程度が訪れる人気のレジャースポットでしたが東日本大震災の津波で壊滅的な被害を受け2018年に復旧工事を経て再開しました隣接するビーチパークではキャンプやバーベキューも楽しむことができます まだ今年もシーズンが来たのかなという思いでございますね。はい、今年もいっぱいあのお客さんが来ていただければ、楽しんでいただければいいのかな。白浜海水浴場の開設期間は来月二十五日までで。今年は去年と同程度の四千人の人出を見込んでいるということです。石巻市は今年四か所で海水浴場を開設する予定で。残る三か所は明日オープンします。